アイザック・シェルビーは、アメリカ合衆国ケンタッキー州の初代と第5代の知事であり、バージニア州とノースカロライナ州の各州議会議員を務めた。ダンモアの戦争、アメリカ独立戦争及び米英戦争では、軍人でもあった。知事である間に、自らケンタッキーの民兵隊を率いて、テムズの戦いで勝利し、その功績で、アメリカ合衆国議会から、金メダルをもらった。 9つの州の軍や都市を呼び、軍事基地がシェルビーにちなんで名付けられた。ジョン・ディキンソンの自由の歌を好んだことは、ケンタッキー州が団結すれば立ち上がり、分割すれば倒れるというモットーを採用した理由だと信じられている。シェルビーの軍歴は、ダンモアの戦争で、唯一の大きな戦闘であるポイントプレザントの戦いで、 父の中隊の副隊長を務めた時に始まった。熟練した木こり及び測量士という評判を得て、独立戦争の初期は、大陸軍のために物資を集めて過ごした。戦争の後半では、シェルビーとジョン・セビアがノースカロライナに侵入した、イギリス軍に対して、アパラチア山脈を超える遠征隊を率いた。キングスマウンテンの戦いで、 イギリス軍が敗北した時は重要な役割を果たした。その功績に対して、ノースカロライナ議会から儀式王権と一組の拳銃を送られ、オールドキングスマウンテンというあだ名は一生ついて回ることになった。戦後シェルビーはその軍隊における功績に対して、送られた土地のあるケンタッキーに移り、ケンタッキーが、 バージニアの軍部からアメリカ合衆国の独立した州に移行することに関わるようになった。その英雄像によって州内市民に人気があり、1792年に州選挙人団が全会一致でシェルビーを初代知事に選んだ。シェルビーはインディアンの攻撃から州を守り、最初の州政府を組織した。 市民ジュネ事件をテコにして、ジョージ・ワシントン政権を説得し、ミシシッピ側におけるスペインとの自由な貿易協定を結ばせた。シェルビーは一期目の知事職を辞めた後、公的生活から身を退いていたが、差し迫った、米英戦争のために政界に呼び戻された。ケンタッキー人は、シェルビーに再度知事選に出馬し、予想される紛争時に指導してくれるよう促した。 シェルビーは、容易に再選され、ウィリアム・ハリソン将軍の要請で、テムズの戦いで、ケンタッキー州部隊を指揮した。戦争が終わった時に、ジェームズ・モンロー大統領から、アメリカ合衆国陸軍長官になる要提案があったが、これを辞退した。シェルビーはその最後の公的任務として、アンドリュー・ジャクソンと共に、地下相続インディアンからジャクソン買収と呼ばれる。 土地購入を交渉する委員となった。1826年7月18日、シェルビーは、ケンタッキー州林カーン軍で死んだ。シェルビーは1750年12月11日に、メリーランド植民地のフレデリック軍ヘーガーズタウン、近くで生まれた。1735年に、ウェールズのトレガノーンから移民して生きたエヴァンとレティシア・コックスのシェルビー夫妻の3人目の子供で、 次男だった。その家族は、伝統的に、イングランド国教会に忠実だったが、イギリス領アメリカに来た後で、長老派教会員となった。これは、アイザック・シェルビーが、その生涯を通じて報じる宗派になった。シェルビーはその生まれ故郷にある学校で教育を受けた。父のプランテーションで働き、時には測量士としての仕事を見つけた。18歳の時、 フレデリック軍の副保安官に指名された。シェルビーの父は、ポンティアックの反乱で儲かる事業だった毛皮貿易が混乱させられた時に、かなりの額の金を失い、その2年後には、家が焼けて、業務記録がなくなった。その結果1770年12月に、家族ごとテネシー州ブリストルに近い地域に移転し、そこで砦と交易基地を建設した。 シェルビーとその父はそこで三年間牛を買った。植民者とアメリカインディアンとの間の境界紛争であるダンモアの戦争の時、シェルビーはウィリアム・プレストン大佐からバージニア民兵隊の注意に任官された。父の指揮するフィン・キャッスル軍中隊の副隊長として1774年10月10日にシルを決するポイントプレザントの戦いに参戦した。 若いシェルビーは、この戦闘におけるその技量と、勇敢さで称賛された。勝利した、民兵隊は、戦場後に、ブレアトリデを建設した。民兵隊はそこに駐屯し、シェルビーは、その福祉機関となったが、1775年7月に、ダンノア教が近づきつつあるアメリカ独立戦争で、植民地反逆者たちがそのトリデを使うことを恐れ、トリデの破壊を命じた。 シェルビーはその部隊が解体された後で今日のケンタッキー大半をチェロキー族インディアンから購入していた土地会社トランシルバニア会社のために土地の測量を行った。ただしこの取引は後にバージニア政府から無効とされた。シェルビーはトランシルバニア会社の仕事を完了した後でバージニアで家族に合流したが翌年ケンタッキーに戻り そこの土地の所有権を主張し独力で改良を加えた。ケンタッキーにいる時に病気になり、1776年7月に療養のために家に戻った。バージニアに戻ると独立戦争の戦闘が行われており、バージニア安全委員会から民兵中隊の隊員に指名された。1777年、バージニア知事パトリック・ヘンリーが、 辺境の軍隊のために食料を確保する役をシェルビーに指名した。シェルビーは1778年と1779年も同様な役を大陸軍の部隊のために果たした。植民地の拡大に抵抗していたチェロキー族インディアンの一派近マウが族に対して1779年にジョン・セビアが遠征した時、シェルビーは自分の金で食料を購入した。 シェルビーは1779年ワシントン軍からバージニア議会議員に選出された。この年、遅く、トーマス・ジェファーソン知事から少佐に任官され、バージニアとノースカロライナの間の辺境境界線を設定する委員集団を護衛する任務を与えられた。その地域に到着してからすぐに、ノースカロライナ知事、リチャード・キャズウエルが、シェルビーを大佐に格上げし、 新しく設立されたサリバン軍の治安判事に指名した。シェルビーは1780年にケンタッキーの土地を測量していて、植民地軍がチャールストンで敗北したことを聞いた。すぐにノースカロライナに急行すると、チャールズ・マクドウェル将軍からイギリス軍に対してノースカロライナ教会を守るために援助要請があった。シェルビーは300名の民兵をまとめると、 サウスカロライナのチェロキーフォードでマクドウェル将軍部隊と合流した。7月31日朝、600名の部隊でパコレット川沿いにイギリス軍が守る湿気取りを囲んだ。シェルビーは即座に降伏を要求したが、イギリス軍は拒んだ。シェルビーは部隊兵をマスケット銃の射程距離まで進ませ、再度降伏を要求した。そのは、 攻撃に耐えられそうにも見えたが、イギリス軍指揮官は度胸をなくしており降伏した。シェルビーは一発も放たずに94名を捕虜にした。湿気とりでの降伏に続いて、シェルビーは、イライジャ・クラーク中尉のゲリラ隊と合流した。この部隊は、イギリス軍のパトリック・ファーガソン少佐に追われていた。8月8日朝、シェルビー隊の何人かが果樹園で桃を集めていると、 偵察に来た、ファーガソンの部隊数名に吸収された。シェルビーの部下はすぐに武器を取って、イギリス軍の偵察隊を追い返した。しかし、間もなく、イギリス軍に援軍がついて、植民地軍が交代させられた。一方の部隊が補強されるというせいになり、また片方の部隊が補強されて押し返すというパターンが続いた。ファーガソンの主力船名が到着したのは、 シェルビー隊が勝っている時だった。シェルビー隊は勢力で負けたためにイギリス軍のマスケット銃が届かない近くの丘に交代した。安全地帯に入ったシェルビー隊がイギリス軍をやじるとファーガソン隊はその地域から撤退した。これでシーダースプリングスの戦いが終わった。マクドウェル将軍は続いてノリー川沿いのイギリス軍宿営地マスグラブズミルを占領するよう シェルビーとクラークに命令した。植民地軍は敵部隊が拮抗するぐらいの勢力があると思ったが、先行した石膏が、宿営地には約500名のイギリス兵が戦闘の準備をしているという情報をもたらした。シェルビーの兵士や馬はあまりに疲れすぎて撤退もできず、吸収の可能性もなくなっていた。シェルビーは兵士たちに近くにある木材や枝で強壁を作るよう命令した。 30分で、旧五ラへの取り出が完成し、25名の騎手が、イギリス軍の攻撃を促すために突撃をかけた。イギリス軍は、彼らを追ってきて、植民地軍の主力と題することになった。植民地軍は、数では負けていたが数人のイギリス軍士官を戦死させ、イギリス部隊を逃亡させた。シェルビーとクラークは、マスグラブミルの戦いで逃亡したイギリス兵を追わない。 ことにした。その代わりに96にあるイギリス軍の砦を標的にすることにした。そこでなら、ファーガソンを見つけられると考えた。しかし、そこへ向かう途中で、ホレーショゲーツ将軍が、キャムデンの戦いで敗れたという知らせが入った。チャールズ・コーン・ウォリス将軍の後ろ盾を得て、ファーガソンはその全軍で、シェルビー隊に向かってくる、可能性があったので、シェルビーは、 アッパラチア山脈を越えて、ノースカロライナに退いた。ジョン・セビア、セビアとシェルビーが、キングスマウンテンの戦いで、植民地軍を勝利に導いた。植民地軍が撤退すると、大胆になったファーガソンは釈放した、捕虜一人に山を越えさせ、植民地軍に、その抵抗を止めること、さもないと田畑を荒らすぞと警告してきた。このことに起こった、シェルビーとジョン・セビアは、 イギリス軍に対する次の襲撃作戦を立て始めた。シェルビーとセビアはそれぞれ240名の兵士を集め、これにバージニアのワシントン軍からウィリアム・キャンベルの400名、ノースカロライナのバーク軍とラザフォード軍からチャールズ・マクドウェルの160名が合流した。この部隊は9月25日にシカモア・ショールズに結集した。続いて、 ブルーリッジ山脈の県穏な地形を過ぎ、9月30日に、ノースカロライナのモーガントン近くにあるマクドウェルの領地に到着した。ここでは、サリー軍とウィルクス軍からベンジャミン・クリーブランド大佐とジョセフ・ウィンストン少佐の率いる350名が合流した。合流した部隊は、ファーガソン隊をキングスマウンテンに追跡した。そこではファーガソンが防御を施し、 全能なる神と地獄からの反逆者でなければ、そこから排除することはできないと宣言していた。キングスマウンテンの戦いは1780年10月7日に始まった。シェルビーはその舞台に樹木から樹木にわたって前進し樹木の背後から射撃するよう命令した。このやり方は以前に対戦したインディアンが使っていたので、インディアンプレイと呼んだ。 ファーガソンは三つの別々のタイミングで、銃剣突撃を命じて、シェルビーの部隊を撃退しようとしたが、最後は、植民地軍が、ファーガソン隊をその陣地から追い出した。ファーガソンと、その主要な士官たちは戦いに負けたと考え、撤退を試みた。植民地軍はファーガソンを殺せと、指示されていた。セビアの兵士が、同時に、ファーガソンの両腕を破壊し、 その頭蓋を貫通して乗っていた馬から落とした。指揮官が倒されたのを見たイギリス兵は幸福の白旗を振った。キングスマウンテンはシェルビーの軍歴で最高の時であり、このことからオールドキングスマウンテンというあだ名ももらった。ノースカロライナ議会はこの功績でシェルビーとセビアに感謝状を出すことを表決し、両者に二丁の拳銃と儀式用の剣を送るよう命令した。 植民地軍と捕虜たちがキングスマウンテンからの行軍を始めた時にイギリス軍がナインティシックストリデで9人の植民地軍捕虜を公主刑にした子を知った。これはこの地域で初めての出来事ではなく奮撃した植民地人はカロライナではもう公主刑をやらせないと誓った。部隊の中から売信員を集めたがこれはノースカロライナの判事がいたので合法だった。 植民知人は任意に捕虜を得り出し、窃盗から放火殺人までの罪で告発した。その夜までに、売死人は36人の捕虜を有罪とし、公主刑を宣告した。しかし、最初の9人が刑に処せられた後で、シェルビーは、その停止を命じた。その命令について、理由を述べなかったが、それでも命令は守られ、残った死刑囚は、 仲間の捕虜のところに戻った。キングスマウンテンの勝者と捕虜たちは10月10日朝早くにマクドウェルの領地に戻った。そこからは何人かの指揮官とその部隊が別々の道に進んだ。シェルビーとその部隊はダニエル・モーガン将軍の部隊とサウスカロライナのニュープロビデンスで合流した。 そこにいる間にシェルビーはモーガンにナインティシックストリデとオーガスタを占領するよう進言した。というのも、そこにいるイギリス軍がチェロキー族インディアンに武器を供与し開拓者たちを襲わせていると考えたからだった。モーガンはその作戦に同意し、その地域の植民地軍最高指揮官の保ショゲーツも同意した。 シェルビーはその作戦が実行されることを確信し、翌年春に300名の部隊を連れて戻ってくると約束して家に戻った。モーガンは96トリデに向かう途中でイギリス軍バナスター・タールトンに攻撃されカウペンスの戦いで決定的な勝利を奪った。シェルビーは後にシェルビーが家に帰った数日後に ゲイツを解任したナサニエル・グリーン将軍がカウペンスでの最大の功績を主張したという事実を悔やんだ。モーガンにその作戦を始めるようにしたのはシェルビーの作戦だった。シェルビーが故郷に帰ると父が植民地開拓者と近マウが族との間の条約を交渉する委員に指名されていた。この任務のためにグリーンの元に帰るのが遅れたが 1781年10月に、シェルビーとセビアは600名のライフル銃部隊を率いて、サウスカロライナのグリーン軍と合流した。グリーンは、シェルビーとセビアの部隊を、イギリス軍のコーン・ウォリス将軍がチャールストンから戻って、来るのを防ぐことに使おうと考えた。しかし、コーン・ウォリス将軍は、シェルビーとセビアが到着してから間もなくヨークタウンの、包囲戦で敗れたので、グリーンは、 シェルビーたちを PDE 川沿いにいるフランシス・マリオン将軍の部隊と合流させるために派遣した。シェルビーとヘゼキア・マハム大佐はマリオンの命令に従い1781年11月27日にモンクスコーナー近くのフェアローンにあったイギリス軍の砦を占領した。シェルビーは野戦式にありながらノースカロライナ議会議員に選出された。 シェルビーは1781年12月の議会に出席するために軍隊からの休暇を願い出て認められた。シェルビーは1782年にも再選されて、その年の4月の会期に出席した。1783年初め、カンバーランド川沿いに兵士たちが主張する優先権について調査するコミッショナーに選ばれた。 1783年4月、シェルビーは、ケンタッキーに戻り、ブーンズバラに今日構えた。4月19日には、スザンナ・ハートと結婚した。この夫妻には11人の子供が生まれた。長女サラは、エフライム・マクドウェル博士と結婚し、末娘のレティシアは、後のケンタッキー州、ストム長官、チャールズ・スチュワート・トッドと結婚した。11月1日、シェルビー家は、 リンカーン軍のノブリック付近に移り、その兵役の報酬で得た土地に入った。1783年、シェルビーはトランシルバニア神学校の理事に指名され、1787年12月1日、有効知識推進のためのケンタッキー協会を設立した。シェルビーは1784年にはすでにケンタッキーをバージニアから分離する運動を始めた。 この年、インディアンに対する遠征隊を率いることと、バージニアからケンタッキーを分離することを検討する協議会に出席した。その後も1787年、1788年、及び1789年に開催された協議会の大議員となり、ケンタッキー憲法制定に動いた。これら協議会の間に、ジェームズ・ウィルキンソンのケンタッキーをスペインと、 連携させるという計画の阻止に貢献した。1791年、シェルビーとチャールズ・スコット、ベンジャミン・ローガンは、バージニア州議会によって選ばれたケンタッキー地区のための戦争委員会に入った。シェルビーは、リンカーン軍の長官にもなった。1792年、最初のケンタッキー憲法の枠組みを決める、最終協議会の大議員になった。 新しい憲法の下で有権者が選挙人を選び選挙人が知事とケンタッキー州議会上院議員を選出した。シェルビーは積極的に知事職を求めた兆候はないが1791年5月17日に選挙人の全員一致で知事に選ばれた。シェルビーは1792年6月4日に知事に就任したがこの日はケンタッキー州が アメリカ合衆国の州として認められた日だった。シェルビーは積極的に党派活動をしてはいないが民主共和党員だと認識された。その任期の大半は基本法、軍事的な組織及び税構造の設立に捧げられた。シェルビーの主要な関心の一つは返京を守るために連邦政府の援助を仰ぐことだった。ケンタッキー囚人は オハイオ川の北にいるアメリカインディアンと戦線布告なき戦争をしており、アメリカ合衆国陸軍長官ヘンリー・ノックスからは、インディアンに対して攻撃的軍事行動を取らないよう命令されていた。さらに、州民兵の徴兵期間を30日間に制限する連邦規定の制約を受けており、あまりに短すぎて有効なものにはならなかった。 神聖感もない州の貧弱な資源では、インディアンの攻撃から最も脆弱な地域を守るだけで精一杯だった。一方、ケンタッキー州人はインディアンがイギリスに先導され、物資の補給を受けていると疑っていた。シェルビーはワシントン大統領に援助を訴えた。ワシントンはマッド・アンソニー・ウェイン将軍を指名して、北西部領土からインディアンを追い出すように命令する。 ことで反応したウェインは1793年5月にワシントントリデに到着したが、連邦政府のコミッショナーたちが以前としてインディアンとの条約を結ぶべく交渉中だったので、即座の行動を取れなかった。ウェインはケンタッキー州から1000名の志願兵を要求したが、これに応ずる者が少なく、シェルビーは強制帳簿に訴えた。 兵士たちが到着した時までに冬が始まった。シェルビーは兵士たちに家に帰り、春に出直してくるよう命令した。インディアンによる攻撃が多かった冬に、シェルビーの弟エヴァン・シェルビー3世が命を落とすことがあった後で、ケンタッキー州民兵隊は1794年初期に、インディアンに対していくつか小さな勝利をあげた。春には、 ウェインの軍隊要求に対する反応が熱心なものになった。1600名の志願兵がグリーンビルトリデに集まり、急いで訓練された。8月までにウェインはインディアンに対する攻勢を始め、8月20日のホールンティンバーズの戦いで決定的な打撃を与えた。この勝利とそれに続く。 グリーンビル条約によって領土が確保され、シェルビーはこの条約で西部の開拓者に課された、制限のいくらかには参戦しなかったが、その要求事項を守り、そのどっ下にあった者たちに強制した。シェルビーの任期でもう一つの大きな関心事は、ミシシッピ川の自由な高校であり、これは州経済の利益にとって重要なことだった。スペインは、 政治的な理由でニューオーリンズの港をアメリカ人に対して閉ざしていた。これはケンタッキー州の農夫が生産するタバコ、小麦粉及び朝にとって自然の市場となるはずであり、陸路を通っての搬送は利益を出すには費用がかかりすぎた。このことは土地と置き形にその投資に見合う利益を出させるためにこの地域に移民を連れてくることを難しくしていた。 多くのケンタッキー州人は連邦政府がこの状態を改善するために決定的にまた素早く行動しないと感じていた。ケンタッキー州人がイギリス人やスペイン人を嫌をする一方でフランスに対しては強い親近感を持っていた。彼らはフランス革命から立ち上がった共和政府を称賛しておりアメリカ独立戦争時のフランスの援助を忘れていなかった。 一般に市民ジュネと呼ばれるフランス大使エドモンシャルルジュネが1793年4月にアメリカ合衆国に到着した時ジョージ・ロジャース・クラークはすでに西部のスペインの土地を占領するため遠征を検討していたジュネの代理人アンドレ・ミショーがケンタッキー州に派遣されクラークの遠征に向けたケンタッキー州人の指示を評価したミショーが シェルビーと会見した時に、アメリカ合衆国国務長官、トーマス・ジェファーソンと、ケンタッキー州上院議員ジョン・ブラウンからの紹介状を携えていた。エドモン・シャルル・ジュネ、シェルビーは、ジュネの計画を助けないよう警告されたジェファーソンは、シェルビー宛手に別の手紙を書いており、フランスの計画を援助することに対する警告と、ミシシッピ川での交易について、 スペインとの交渉が進行中であることを伝えていた。ジェファーソンがその手紙を1793年8月29日に発送したとき、それがシェルビーとミショーが会う前に届くと思っていたが、シェルビーはそれを10月まで受け取れなかった。9月13日、ミショーはシェルビーに会ったが、シェルビーがミショーを助けることに合意したという証拠はない。シェルビーは遅れてきた。 ジェファーソンの手紙に対する返事で、ケンタッキー囚人は、連邦政府に対する義務感を強く持っているので、合衆国を傷つけるような事業には参加しないことを、受け合った。11月、シェルビーは、ジュネのもう一人の代理人、シャルル・デル・ポーからの手紙を受け取った。デル・ポーは、スペイン支配地域に対する遠征のために補給物資を、確保するために派遣されてきたと打ち明け、 シェルビーが、この計画に関与した個人を逮捕するよう指示されて、いるかを尋ねた。シェルビーは3日後に返書を出し、フランスに援助することに対するジェファーソンの警告を伝えた。シェルビーが、ジュネの計画に組みしたという証拠がないにもかかわらず、ジェファーソンもノックスも再度シェルビーに警告する必要があると考えた。ジェファーソンは、ケンタッキー州内にいると考えられる。 フランスの代理人に関する名前と、その詳細を与え、その逮捕を奨励した。ノックスはさらに一歩進んで、ケンタッキーが力で、フランスに抵抗するような事態が必要となった場合に、その費用は求償できることを示唆した。アンソニー・ウェイン将軍はその機兵隊が州内に配置されていることを知らせてきた。北西部領土知事のアーサー・セントクレアも、 ジュネと協力することについて、シェルビーに警告してきた。シェルビーはジェファーソンに対する編書の中で、その選挙民に対して、力で干渉する法的権限があるかどうかを尋ね、そうすることへの個人的嫌悪感を表明していた。私はいかなる場合も私に明白かつ文書で、授けられていないと考える権限を行使することを、嫌悪する。 まして友人や同胞と考える、者たちに対して、それを行使する権限を持っていないと考え、敵及び先制者とみなす者には、それができると考える。私は、計り知れない権利を我々に公然と与えず、また我々に最も野蛮で残酷な敵を密かに、 先導する外国王子の大使の恐怖を満たす、あるいは取り除くだけの意図があると想像できるために、仲間の市民の、いかなるものも罰したり拘束したりすることに、積極的に関わる意向を感じても、ほとんど持たない。シェルビーはジェファーソンに、私は常に、ケンタッキー州知事として、アメリカ合衆国大統領が、憲法に沿って、私に要求するとみなすものすべてを実行するのが、 任務と考えていると受け合って、この中途半端な関与を穏やかに収めた。1794年3月、おそらくは、シェルビーの心配に応えるために、連邦議会は、侵入や、暴動の場合に、連邦政府に追加権限を認める手段を、成立させた。ジェファーソンの後継者エドムンド・ランドルフは、実際にシェルビーの手紙を受け取っており、手紙で、 シェルビーの意のままにできる新しい権限を伝え、また、フランスの新しい政府がジュネを呼び戻したことも伝えた。2ヶ月後に、ジュネの代理人は、ケンタッキー州における活動を止め、危機の可能性は去った。1795年、ワシントン大統領は、ミシシッピ川で、アメリカ人が交易を行う権利を確保する合意を、スペインとの間に取り付けた。シェルビーは、 新しい州政府を形成するときに巻き込まれた大きな課題や問題をうまく処理することで、ケンタッキー州を安全で財政的に健全な状態にした。ケンタッキー州憲法は、知事がにき続けてその職に就くことを禁じていたので、シェルビーは1796年に任期が終わったとき、リンカーン軍の所有地であるトラベラーズレストに陰性した。その後の15年間は、 農場の運営に専念した。6期連続して大統領選挙人に選ばれたが、これがこの15年間に唯一講習の前に姿を現す機会だった。1812年のケンタッキー州知事にはガブリエル・スローターが有力だった。スローターが候補となるためにただ一つの障害があった。アメリカ合衆国、フランス及びイギリスの間の緊張関係が募り、 回戦になる恐れがあった。この見込みが差し迫ってくると、シェルビーの名前が、知事候補として、島田に流れ始めた。シェルビーの近くに住んでいたスローターは、シェルビーを訪ねて出馬するつもりがあるかを訪ねた。シェルビーは、その指導力を必要とする国家的な非常事態が、出てこない限り、そうするつもりはないと受け合った。この答えに満足したスローターは、 その選挙運動を始めた。ヨーロッパ列強との関係が悪化し、1812年6月18日、アメリカ合衆国はイギリスに宣戦布告して、米英戦争が始まった。ケンタッキー州の最高執行官として、シェルビーに復帰させる要求が大きくなった。7月18日、選挙まで1ヶ月もなかったが、シェルビーは立候補に嫌々した従い、出馬を宣言した。 選挙運動の間、シェルビーの性的中でも、ハンフリー・マーシャルは、ジュネ事件に関するジェファーソンの2回目の手紙に対する、シェルビーの反応を批判し、アメリカ合衆国に対するその忠誠心に疑問を投げかけた。シェルビーはその手紙に容量を得ない反応をしたことは、西部の状況に、連邦政府の注意を引くためだったと主張した。 シェルビーはその策略が働いた証拠として、ワシントンとスペインの間に合意ができたことを挙げた。また、フランスの計画は失敗することになると、当時にの手紙に書いていたとも主張した。スローターの支持者たちは、シェルビーの老齢をあざけって、オールドダディ・シェルビーと呼んだ。あるケンタッキー州の新聞は、シェルビーが、キングスマウンテンの戦いから逃亡したという、匿名記事すら掲載した。 シェルビーの敵ですらその話を信じる者は少なかったが、シェルビーの支持者とシェルビー自身は、州内新聞に、書状で反応した。ある支持者はこれらの反応を、シェルビー大佐が、キングスマウンテンで逃亡したと報じられている。その通りだ。彼はまず敵に向かって走った約47分間の、行動の後に再び900名の捕虜と走ったと書く、ことで特徴づけた。 遊説が8月に入ると、シェルビーは、勝利をより確信するようになり、衆議児童に戻る準備を始めた。1万秒差の勝利を予測していたが、最終的には1万7000秒以上の差となった。シェルビーが就任したことで、ケンタッキー州知事としては初めて帰り咲きで執務する、ものとなった。ウィリアム・ハリソン、米英戦争の時にシェルビーが北西部での、 連邦軍指揮官に選んだ。戦争に向けた備えが、シェルビー2期目の仕事を多く支配した。就任の2日前にシェルビーは退任するチャールズ・スコット、知事と衆議児童であって、ウィリアム・ハリソンを、ケンタッキー州民兵隊長に指名した。これは、憲法でその地位が、ケンタッキー州生まれのものに限るとされていたことに、違反していた。ハリソンはすでに、 インディアナ州とイリノイ州の民兵隊長であり、ウェイントリで防衛に急行する前に、ケンタッキー州、ニューポートで、ケンタッキー州の志願兵を引き取っていった。シェルビーは、ジェームズ・モンロー大統領に働きかけて北西部のすべての軍隊をハリソンに指揮させるようにした。モンローは同意し、すでに、ジェームズ・ウィンチェスターを指名していたのを取り消した。州単位では、シェルビーが、 民兵法を改正し、18歳から45歳までの男性すべてを軍務に就く資格あるものとした。牧師はこの規定から外された。7000人の志願兵が入隊したが、それ以上の者のが拒否した。シェルビーは、州内の女性に、ケンタッキー州部隊のために縫製品や編み物を作るよう奨励した。連邦政府の戦争遂行計画についてのシェルビーの信頼は、 多くのケンタッキー州人が戦死したフレンチタウンの戦いでの惨事によって揺り動かされた。シェルビーは機会が来れば自ら戦争遂行を助けると誓い、議会からもそうすることを認められた。1813年3月、ハリーソンはケンタッキー州に1200名の追加を要請し、めぐすトリデで落ち合うこととした。 シェルビーは要請されただけの辞任をグリーンクレー将軍につけて派遣し、その中には長男のジェームズが従っていた。この援軍がメグス砦に到着すると、砦はイギリス軍とインディアンの連合軍に包囲されていた。クレーの部隊は包囲を止めさせることができたが、多くの者がインディアンに捕まって虐殺された。初めに入った報告書では、 ジェームズ・シェルビーが戦死したものの中に入っていたが、後に捕獲されたことが分かり、捕虜交換で返された。1813年7月30日、ハリソン将軍が再度シェルビーに手紙を送り志願兵を要請してきたが、この時は、シェルビーが自ら部隊を率いてくることを求めていた。シェルビーはハリソンが求めてきた数字の2倍にもなる、3500名の志願兵隊を立ち上げた。 後に知事になったジョン・ジェイ・クリッテンデンがシェルビーの副官になった。シェルビーはこの時少将になってハリソンの部隊に合流し、この時の作戦はテムズの戦いにおけるアメリカ軍の勝利で頂点に達した。ハリソンが陸軍長官ジョン・アームストロング・ジュニアに宛てたこの戦闘の報告書で、シェルビーについて、私はシェルビー知事について、どのように表現していいかわからない。 私の惨事では彼の功績に届かないと確信していると告げた。1817年、シェルビーは連邦議会の感謝状を受け取り、戦争中の功績に対して議会の金メダルを与えられた。シェルビーの友人たちはアメリカ合衆国副大統領に立候補するよう進めたが、シェルビーは即座に、勝つきっぱりと辞退した。 1816年にシェルビーが知事を辞めると、モンロー大統領は、シェルビーに、陸軍長官就任を提案したが、シェルビーは高齢を理由に辞退した。シェルビーはすでに、ケンタッキー州政書協会の設立メンバーであり、1816年の、アメリカ新政書協会副会長を務めることに、同意していた。ダンビル長老派協会の信心深い信者だったが、1816年に、 自費で無宗派協会を建設した。1818 18年、アンドリュー・ジャクソンに同行して、地下層属インディアンからジャクソン買収と呼ばれる土地購入を交渉した。また、1818 18年に、ケンタッキー州農業協会の初代会長になり、1819年には、センター大学の初代理事会で議長を務めた。1820年、シェルビーは、 右腕と足の麻痺に襲われた。1826年7月18日に、リンカーン軍の自宅で卒中で死んだ。その辞書である、トラベラーズレストの中に埋葬された。ケンタッキー州は1827年にその墓の上に記念碑を建立した。1952年、シェルビー家の墓地は、州政府に寄贈され、アイザック・シェルビー墓地州立歴史史跡となった。 シェルビーの愛国心は、ケンタッキー州のモットーである、団結すれば立ち上がり、分割すれば倒れるを作らせることになったと信じられている。1768年に、ジョン・リキンソンが作曲した、自由の歌を好んだが、この歌には、彼らは手を携えて集まり、すべてが勇敢なアメリカ人だ。団結すれば我々は立ち上がり、分割すれば我々は、 倒れるという節がある。シェルビーは、ケンタッキー州省を考案したものだとされることがあるが、その公的記録では、ジェームズ・ウィルキンソンが提案したことを示している。9つの州の軍が、アイザック・シェルビーの栄誉を称えて名付けられた。また多くの都市や、軍事施設も同様である。ありがとうございます。